皆さんこんにちは。今回のトピックはヘックスタイリングとサーフェスグラディエントバンプマッピングです。今回のメイントピックのヘックスタイリングはテクスチャのタイリングにおいて繰り返しを目立たなくする手法です。これは単純なタイリングを使ったサンプルですが、注意深く見ると同じ絵柄が繰り返されているのがわかりますよね。ヘックスタイリングを使うとこんな感じになります。単純なタイリングと比べると繰り返しがかなり目立たなくなっているのがわかると思います。実際にはこんな感じの六角形のタイルが敷き詰められています。各ヘックスでランダムにオフセットをかけることで単純な繰り返しが発生しないようになっているんですね。またヘックス内でランダムに回転をかけることでさらに繰り返しを目立たなくすることもできます。こんな感じでなかなか便利そうなヘックスタイリングなんですが、現在この機能はサーフェスグラディエントバンプマッピングというエクスペリメンタルパッケージの一機能として提供されています。サーフェスグラディエントバンプマッピングは、まあ名前の通りバンプマッピングを扱うためのパッケージなんですが、なんでヘックスタイリングがこのパッケージの一機能として提供されているのか、ちょっとわかりにくいと思うので順を追って説明します。このサーフェスグラディエントバンプマッピングは、普通のノーマルマップをはじめとするバンプマッピング全般を扱った数学的なフレームワークの一種です。面の凹凸の情報を一度サーフェスグラディエントと呼ばれるベクトルに変換することによって扱いを簡単にします。というのも、ノーマルマップの合成って案外難しいんですよね。単に2つのノーマルマップを合成するだけでも結構難しくて、どう計算すればいいのか昔からいろいろと議論されています。また異なる手法を混ぜて使うのも結構面倒だったりします。基本となるノーマルマップの上に質感を表現するためのバンプマップ、そこへさらにノイズでディテールを加えたりといったような複数の要素を破綻なく合成するにはかなり慎重に実装する必要があります。それがこのサーフェスグラディエントに一旦変換すると、なんと足し算だけで合成できちゃうんですね。凹凸の強度も掛け算で簡単にスケールできちゃいます。また計算の順序も特に気にする必要はありません。いろいろと注意の必要だったバンプマッピングが破綻することなく簡単な計算で扱えてしまうというわけですね。合成や加工を行った後のサーフェスグラディエントはリゾルブという操作を行うことでワールドスペースのノーマルに変換できます。これをシェーダーの結果として出力すればいいわけです。ちなみにシェーダーグラフのデフォルトはタンジェントスペースなので、ここでワールドスペースに変更しておく必要がありますね。このサーフェスグラディエントの仕組みは実は HDRP 内部でもすでに使用されています。HDRP ではデカールでノーマルを加算合成することができますが、ここでサーフェスグラディエントがすでに使われています。今回紹介しているこのサーフェスグラディエントバンプマッピングパッケージは、これをシェーダーグラフの中で自由に使えるようにしたものです。 HDRP と URP の両方に対応しています。エクスペリメンタルパッケージなのでパッケージマネージャーのリストには表示されません。 addPackageByName を使ってcom.unity.surfacegradientbumpmapping と明示的に名前を打ち込む必要があります。このパッケージの使い方についてはアセットストアの方にサンプルプロジェクトが公開されていて、それを見るのが分かりやすくていいと思います。サーフェスグラディエントの使い方についてインタラクティブに学べるコンテンツとなっています。ぜひチェックしてみてください。といった感じでサーフェスグラディエントバンプマッピングについて解説してきましたが、ここでようやくヘックスタイリングの話に戻ります。なんでヘックスタイリングの機能がサーフェスグラディエントのパッケージに実装されているのかというと、ヘックスタイリングにおけるノーマルマップの合成にサーフェスグラディエントの概念が応用されているからというのが回答になると思います。そもそもこのヘックスタイリングとサーフェスグラディエントの両方ともユニティのエンジニアであるミッケルセンさんによって研究開発されたものなんですよね。お互いに関連性の高い技術なので一つのパッケージに格納されているのは自然なことだと思います。あとはサーフェスグラディエントを使う場合にヘックスタイリングってやっぱり使いたくなるんですよね。ノーマルマップを貼った上にトライプラナーマッピングを使って凹凸のディテールを加える
なんて合成をやったりするわけですが、そこでヘックスタイリングが活躍します。ぜひ両方の技術をうまく組み合わせて使いこなしてください。今回はこんな感じでヘックスタイリングとサーフェスグラディエントについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。かなり遠回りな説明になってしまったというか、まあほとんどサーフェスグラディエントの話をしていたような気もしますが、まあどちらも便利な技術ですよね。まあヘックスタイリングの方がわかりやすいんで多くの人に興味を持ってもらえると思うんですが、実はサーフェスグラディエントの方もね、今まで難しかったことを簡単にするという意味ではかなりインパクトのある技術なので、ぜひ触れてみてほしいなと思います。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。